暖房運転をしていると室外機から水が流れ落ちたり湯気が出たりする場合があります。暖房運転をしていると室外機の熱交換器に霜がつきます。熱交換器に霜がつきますと、お部屋を温める暖房能力が低下します。これを防止するため、エアコンは定期的に自動で霜取り動作を行います。霜取り動作中は室内ファンは弱い風を吹き出したり止めたりして運転します。霜取り動作で霜が溶けるときに湯気が出たり、この湯気が白い煙に見えることがありますが、故障ではありませんので安心してお使いください。溶けた水が室外機から流れ出ます。室外機の下が水に濡れてお困りの場合は、ご購入店様にご相談ください。霜取り運転が終われば自動で暖房運転を再開します。